さあついに迎えてしまったフルハウスキス実況最終回ということで、悔いのないように終えたいよね。このラブアロマのファンタスティック評価はご覧いただいておいておきたいなと思いまして、まあ、今回は攻略サイトの力も頼っていくんですが、このミニゲーム、まあ、ストーリー中でご覧いただいた方はご存知かもしれませんが、彼に気持ちよくなってもらうっていうね、なかなか攻めた内容なんですけれども、ストーリー中ではファンタスティック評価得られなかったので、まあ、彼の気分に合ったオイルっていうのを攻略サイトの力も頼りながら選んで気持ちよくなってもらおうかと思います。気分を高揚させられるといいんだが、マッサージでどうにかなる問題ではないのかもしれないが、ここは任せてもらいたいね。和也くんの気分に合わせたアロマオイルを選んであげないとな。気分を高揚させたい時ってのはローズかベルガモットかジャスミンになってるね。まあ個人的には柑橘系のベルガモットが好きなのでベルガモットにしましょう。まあこれも正解の選択肢なので、どこが持ってるのかな。お、この X 字を狙っていけばいいんだね。青いところが凝ってるみたい。よし、揉むぞ。意味深な言い方だけどね。じゃあ左端から順番に行きましょうか。そうだ。で、このゲージが青くなってる、丸いやつが青くなってると正解らしいんだよね。お、早めに発動。なんだこの匂いは。まあベルガモットは分かりやすい香りだと思うけど。行くぜ。さあどんどん行きましょう。このチャンスタイムのうちにやらないとね。ああ、いい感じ、気持ちよくなってくれてる。さあこのね、ゲージがニコニコマークのところがマックスになれば OK なんだけど。そうだ、あとちょっとだぞ。時間は限られてるからね、限られた時間の中でいけるか。ああ、これをマックスまで持っていければファンタスティック評価得られるんだけど。ああ、あとちょっと、あ、これいけてるか。あとはもうちょっとこの辺か。お、正解。これもうマックスいったから大丈夫じゃないかな。ファンタスティック評価、お、得られました。これをお見せしたかったんですよ。なかなか大変だったな、何回もやり直したよ実は。サンキュー。お前マッサージの才能あるんじゃねえか。個人的に雇いたいくらいだぜ。うん、家政婦の後の就職先も保証されました。ありがとな。うん、給料たくさんくれそうだしね。よかった、和也くんすごく喜んでくれたみたい。というわけでストーリーの方進めていきましょう。さてヒロインはぬくみずめるると名付けてるわけですけれども、この駅ともお別れか。まあ、事件解決して学園での教師生活も終えて家政婦生活ももう終わりになるんかな。そういえばみんなはどうしてるの。親友夏美、もうあんた御堂さんの家は出たんでしょ。他の人たちは。あ、やっぱもう家政婦生活は終わりなんだね。うん、みんな相変わらず和也くんの家にいるよ。あれから行ってないけど、まためちゃくちゃに散らかってたりして。そうかもね。まあ、彼氏はそこにいるからね。まあ、夏美の好きだった人っていうところが引っかかるところではあるけど、一生大切にした方がいい親友ではあると思うんだけどね、夏美。あ、噂をすれば。お、誰か来たかな。こんにちは、一宮さん。お、ここでセイ君か。え、やあセイ君、どうしたのこんなとこで。君を待ってたんだよ、今日でもう最後だから。あ、ここでもう一人一人とお別れだね。そうだったんだ、ありがとう。なんか久しぶりって感じだね。今はお姉さんと暮らしてるんでしょ。どう、楽しい。まあ実家があるからね。うん、最近ようやく落ち着いてきたし、すっごく楽しい。頑張ってよかったよ。そうだね、お疲れ様。まあ失踪したお姉さんと再会することが目的の物語だったからね。セイ君たちには本当お世話になっちゃったね、感謝してるよ。こちらこそ楽しかったよ。それじゃあ僕はこれで。元気でね。まあセイ君ルートじゃないとこんなあっさりな感じなんだね。さようならセイ君、バイバイ、またね。本当にありがとう。それじゃあ私も。
またね。あ、ここも意外とあっさりなんだね。あ、うん、じゃあね。あのこと恨んでない？好きな人奪っちゃったからね。まあでも仲は継続してそうだね。よかった。ここからどうなるんでしょう。帰宅かな。あ、ご自宅の方。ただいま、お姉ちゃん帰ったよ。おかえりなさい。学校どうだった？普通この学校どうだったっていうのはね、生徒側の目線なんですけどね、教師として行ってその役目を終えてきたっていうお疲れ様だからね。何も問題なかったよ。仲の良かった生徒たちが見送ってくれたの、すっごく嬉しかった。そっか、よかったね。なかなか15歳では経験できないことしてるような気もするよね。ところで、あなたにお客さんが来てるわよ。お客さん？客？誰？誰だろうね。あ、攻略対象の誰かかな。誰だろうね。ここで和也くんか。和也くん、遅かったな。何をしていたんだ？まあ、きっと彼氏とのっていうのは最後に取っといてあるんでしょう。だって来てるなんて思わなかったもん。一体どうしたの？まあ、恩人だよねこの人は。仕事でアメリカに渡ることになった。当分戻らない。それだけ伝えておこうと思ってな。なるほど、別れの挨拶ね。うわ、本格的に後を継ぐ準備ってやつ。まあ、高校生でありながら実務もこなしてるからね。そんなところだ。だからしばらくの間連絡はつかなくなる。ここお姉さんもいるからだいぶ猫かぶってる感じだね。和也くん忙しいもん仕方ないよね。それより仕事頑張ってよ。応援してる。あ、まあみんなそうやってアメリカに行ったりとかするってことは家政婦としての仕事も必要ないってことなんでしょうね。それじゃあそろそろ帰るぜ。まあ、家政婦自体ってなると代わりは聞きますからね。恋愛に発展するかどうかっていう代わりの聞かない存在はこのヒロインでしたけれども。え、もうゆっくりしていけばいいのに。準備があるんだ。帰ってきてくれてよかったぜ。なんか優しい感じだね。じゃあな。人目があるとはいえ、うん、元気でね。まあ、逆に本心が見えやすかったかもね。優しい和也くんでお別れ。そっか、彼名残惜しそうだったね。もしかしてあなたのこと。まあその節はあるんでしょうね。このパラメーターを見る限りでもね、結構愛情を注いでくれてる側だもんね。まあ2番手だもんね、この彼氏の次っていう感じ。ええ、やだな、そんなんじゃないってば。まあ一番順当にやっていくと攻略しやすいのは和也くんだからね。そうかな。まあ普通に考えても雇ってくれたりとか救ってくれる立場だから、自然な気持ちとしては和也くんになびきそうな感じもするしね。そうだよ、決まってんじゃん。お姉ちゃんこそまさしさんとはどうなったのよ。連絡とかないの？一緒に失踪したぐらいだからね。あれ、これは触れちゃいけないやつ？え、お姉ちゃんどうかしたの？うん、地雷踏んじゃったかな。彼ね、また問題抱えてる。ロンドンに留学することになったんだって。え、もう日本にいないってこと？え、なんで？今度のことで彼のお父さんがとても腹を立てているらしいの。そっか、彼も結構お坊ちゃまだからね。これ以上の醜聞はごめんだから、もう日本には置いておけないって。それで、まあそのね、彼とこのお姉ちゃんは闇オークションの存在を知ってしまったから失踪していたわけだけれども、逃げ回っていてね。うん、まあそういうところに関わっていること自体もお家は許してくれなかったんだね。何それ、そんな言い方ってないよ、いくら仲悪くたって。うん、でも少しわかる気もするのよ。ほう。以前の彼は本当にひどかったから。まあ確かにね、その闇オークションの存在を知る以前もパーティー開いたりとか、まあ結構なやんちゃさんだったんだよね。私も今回の事件がなければ彼みたいな人と関わることは一生なかったと思う。
今のところだからそんなにいい男な印象もないんだけどね、正直。でも今は違うんでしょ？人はそんなに簡単に変われるのかって話ね。まさしさん、前と変わったからお姉ちゃんを助けてくれたんでしょ？本当にそうなのかな。あ、疑ってるんだね、そこ。え？まさかお姉ちゃんの方が疑ってるとは。追われて、一緒に逃げて、ずっと逃げ続けて、いろんなことがあったけど、まあその闇オークションを追いかけてご両親は亡くなってしまったぐらいだからね、相当なことありましたけど。変わった気もする。でも変わってないのかもしれない。まあそうね、人生って積み重ねだからね。自分でももうわからないの。長く二人だけでいすぎたから。ああ、客観視ができなくなっちゃってるってことか。お姉ちゃん、今回のことね、何も直接は言ってくれなかったの。知ったのはもう全部決まった後。ああ、これはどうなんだろうね。なえお姉ちゃんのことを思ってのことなのか。イギリスに行くことになったってメールで、ただそれだけ。ああ、それはちょっと寂しいね。その程度のものだったのかな、彼にとっての私って。まあ、男って不器用な男も多いからね。仕方ないよね、諦めちゃうの。まあ、こっちなんでしょうね、妹の立場としては。諦めちゃうの、まさしさんのこと。諦めたくないよ、その程度の関係だったなんて思えないもの。まあ結構大変な思いしていたはずだからね。お姉ちゃん、行きなよまさしさんとこ。お姉ちゃん離れたくないんでしょ。だったら行かなくっちゃ。会えなくなってからじゃ遅いよ、きっと後悔する。わかった、私会いに行く、ついてきてくれる？なんか妹が頼られてる感じだけど。うん、まあだいぶ成長したのは妹の方だからね、この期間で。お姉ちゃんは逃げてるだけで、その事件を解決したのは妹だからね。このゲートだよね、ロンドン行きって。まだ来てないのかな。だから精神年齢的にはなんかこのメルルちゃんの方がお姉ちゃん超えてる感じはするけどね。あ、お姉ちゃんあそこ。もう社会経験も積んでるしね。待って、マサシ。よく見つけたな、空港で。相当大変だと思うけど。お前どうして教えてくれなかったの、イギリスだなんて。連絡ならしただろ。事後報告全部決まってからじゃない。それもあんなメール一本だけ。連絡したなんて言えないよ。まあ理由はありそうだけどね。かもな。でももういいだろ。全部終わったんだ、もう一緒にいる必要はないじゃんか。どうなんだろう、これ真意が見えないけど。今までが普通じゃなかったんだ、俺みたいなやつと一年もさ。けどやっと自由になったんだし。本気で言ってるの？まあこのね、まさしくんだって不本意ながら留学するってことだもんね、親の命令で。ああ迷惑かけた、元気でな。まあこの辺ちょっと軽いなって思うんだけどね、こっち両親失ってますからね。いや、何だから重い関係のはずではあると思うんだけど。それでいいの？あなたは平気なの？だからこそなのかな、お互い。別に当たり前のことだろ、俺がいなきゃあいつも親父もお袋のこと大事にするだろうし。ああ、なんか周りを気遣ってるね。自分はいいから周りがみたいな感じなのかもしれないね。なあ、もう平気だよ。
まあ、分かりづらい男だけどカリスマ性があるとされてるから学生パーティーのね主催もできたりとかするわけだし。分かってる。俺がまたバカな真似をするんじゃないかってそう思ってるんだろ。まあ、不器用だけど正義感のある男ではあるのかもしんないね。大丈夫さ、お前と会って俺は少しマシになれた。そうだね、以前のあなたとは変わったよね。まあ、変わりきれたのかなって疑ってはいましたけど。なんていうのかな、前のあなたはすごく悲しかった。ほう。言われるまま人を傷つけて、何もしてない私の友達まで。あ、そういう感じだったんだ。親が桜木家に逆らったというだけであんな。ほう。その辺も事件と関わってきてるってことか。笑いながら他人をいつも見下して、近づいた私も物みたいに扱って。やっぱクズ男ですね。そうだな、本当に改心しきれてるんでしょうか。でも私を手伝ってくれた、桜木家を裏切って危険だって分かってるのに。ああ、こっちの正義に乗っかってくれたってことね。大したことじゃない。俺もあそこから抜け出すきっかけが欲しかっただけだ。まあ、ウィンウィンではあったと。嘘。本当だ。お前のためじゃない。どうなんだろうね。じゃあどうしてあんなに優しかったの。なんか格好つけてるだけなんじゃないかって気がしてきたね。すごく乱暴ですぐ怒って、でも時々すごく優しい目をしてた。一人でいられるかどうかじゃないの、一人でいたいかどうか言って、主観で語れと。そうでなきゃ私あなたを忘れられない。ああ、ナイオレンシャンは結構本気なんだね。やっぱお姉ちゃん、まあ、そこまで本気で接していかないとまさしくんの本音っていうのも見えてこないのかもね。お姉ちゃん苦しんでる、まさしさんと離れたくないんだ。どうなの。まあ、人生損するタイプではあるかもしんないね。くそ、卑怯な真似しやがって、こういう言い方しかできないタイプなのかもね。言えるかよ、俺だって、立場があるのかもね。けどな、やっと妹と暮らせるんだぞ。ずっと会いたいってお前言ってただろ。ああ、その優しさだったんだね。こっちについてきちゃうとその願いが叶えられないからか。いつも楽しそうに俺に話して一緒に暮らしたいって言ってたじゃないか。ああ、なるほど。ナエお姉ちゃんの幸せを優先するために自分は身を引こうとしていたわけだ。まあ、なかなかできたもんじゃないよね、その決意。俺なんか選んでんなよ。お前には笑っててほしいんだ。あ、なんか急にいいやつに見えてきたな。どうなる？ごめんね。何の謝り？え？私この人と行くわ。あ、このごめんねはヒロインに対してか。おい。うん、いいよ、行って。荷物とか後で送るから。え、今行くの？荷造りしてからでよくない？うん、ありがとう。すごいな、行動力。どいつもこいつも。この勢いの良さ、また事件に巻き込まれないか心配になっちゃうけどね。私あなたといたい、ずっと一緒にいたいの。まあ、でも自分の気持ちに素直に動けるっていうのは幸せなことだからね。まあ、人生自分のための時間って短かったりするからね。お、やっと諦められると思ったのにな。
気持ちが揺らいでいきましたね。まさし、じゃあこの二人は一緒になるってことかな。結局あなたと同じ便、空席あるかな。なかったら待っててくれるよね、向こうで。すごい急ぐね。いい、俺が送らせる。優しい。え、一緒に行くんだろ。うん、お姉ちゃん行ってらっしゃい。ありがとう。まあ、彼10月10日なのに半袖なのは気になるけどね。今言うなよって感じだけど。こうしてお姉ちゃんはまさしさんと旅立っていった。きっと幸せになれると思う。ああ、これでお姉ちゃんともお別れなんだね。結局再会できても。じゃあここからあれかな、彼氏との時間かな。そして私はやっぱり、じゃあいよいよエンディングだね。いつもの屋上。ようやく終わったね、お疲れ様。事件のことも片付いてね。君はすごいね、あれだけのことを最後までやり遂げたんだから。いや、ほんとすごいよね。正直驚いているよ。同じくらい嬉しいのも確かだけれどね。まあ、現代となっては若き才能が活躍するってのも目立ち始めてますけど、相当すごいなと思います。本当におめでとう。ところであれから考えたことがあるんだ。何でしょう。僕たちは今まで少し変わった付き合いをしてきた。いつも頭の中には事件のことがあって、恋人らしいことはさほどなかったと思うんだ。まあでもお泊まりしたりとかそれなりのことはあったけどね。でもこうして全て終わってただの君と僕に戻った今、改めて考えてみたんだよ。10月は上着羽織った方がいいってことかな。これからどうするのか、どうしたいのか。改めてね。まあ、事件のことがなくなったから。そして答えを出した。どんな答え。やっぱり僕は君に惹かれてる。ああ、改めてこういうセリフってなかったかもしれないね、普段言いすぎていて。好きだよ、君を見ていると明るい気持ちになる。まあ、ようやく恋愛に集中できるといったところでしょうか。ずっとそばで見守っていたい。君となら楽しくやっていけると思うんだ。いや、なんか年上なりのリード感を感じるよね。よりくん、改めて言うよ、僕と付き合ってくれるかい。あ、また告白してくれるんだ。うん、よりくん、まあ何度でも言ってくれてもいいよね。なんか初々しい気持ちを忘れないっていうのが良さかもしれないね。まさかこんなことになるなんて。今度は何。お、最後の通知。やれやれ、すっかりびしょ濡れだね。何があったの。ごめん、こんなところに石があるなんて気がつかなくって。おっちょこちょいは乙女ゲームのヒロインあるある。いいさ、月明かりの下で水浴びなんてなかなかロマンチックじゃないか。あ、服装さすがに違いますね、10月だから。いや、さすがにあのノースリーブで水浸しの夜はきついものがあるような気もしたけど。こんなデートの締めくくりも悪くないよ。今10月だけどやっぱそこ突っ込むよね。平気だよ、今夜は暖かいし。まあ地球温暖化の影響もあるでしょう。それとも寒いなら。あ、いい感じになっちゃう。まだ寒いかい。何があったんでしょうね、ギュッとされただけ。キス深めなキャラクターだからね。そんな顔も可愛いね。
ずっと好きだよ。まあ、肝心な時にぬくみちょぱになっちゃうんだけどね、恋人設定になるとあだ名で呼んでくるようになっちゃうんだね、付き合い出すと。あ、これで終わりか。エンディングへ。いやー、長々とやってきましたけど、まあ、予想通り今回が最終回になりましたよね。これね、カプコンさんの乙女ゲームなんですけれども、まあ、話すこともあまり考えてなかったんだけれども、まあ、アクション要素、ミニゲームの要素なんかもあってね、そこら辺がカプコンさんらしいところだなーっていうね、要素もあって、うん。まあ、このストーリーの緻密さももちろんなんだけれども、まあ、ありえないところも結構あったんだけど、そのコミカルさっていうのが、なんか妙にリアルにされてくるってところが、このね、うん、テクニックが冴え渡ってるところだったのかなーっていうのが、このゲームの良さだったと個人的には感じています。でね、こうやってスタッフロールとかを見ていくと、これだけ多くの人数が関わって出来上がったゲームなんだなーってのを感じますよね。まあ、それをこうやって楽しませてもらってるわけですけれども、で、このフルハウスキス2もありまして、で、まだ自分は入手はしていないんですけれども、というよりもね、なんかこのフルハウスキス1は Amazon で実は自分買ったんですけど、2の方がちょっと値段高かったんだよね。まあなので、ちょっと様子見てから買おうかなと思っています。まあこのね、実況とかも、再生リスト化してあるので、一気見してる方もいらっしゃると思うので、後追いで、まあみんなが見終わった頃とかにね、落ち着いたらやれたらいいなと思っています。まあ、このフルハウスキス1もね、あの分岐回収、いおりくんのルートでさえ全然回収できてないし、他の攻略対象もいるし、隠し攻略ルートもねありますしっていう、まあ、英二郎先生ルートですけれども、まあそんなのもあったりするので、全然掘り下げきれてないっていうところも正直あるんですけど、まあその辺はまあ Amazon で安く売ってるので、まあ、PS2 の媒体自体がなかなか手に入りづらいかもしれませんが、ご自身でねプレイしてやっていただけたらいいのかなと思っています。あ、そう、このね、花と夢ってなってますけど、白戦車さんの、まあ、漫画原作の作品になってるんですよね。そういう少女漫画と、まあ、少女漫画の世界をこうやってね乙女ゲーム化して楽しめるっていうのも、まあ、このゲームの良さだったのかなと感じています。さあ、これが最後のスチル、多分エンドによってね、ここの最後も違ったんでしょうっていうね内容でございました。君の心を愛してる、ずっと大切にするよ、僕のぬくみちょぱ。大事なところあだ名になっちゃったというような感じだけど、 The End という感じでね、フルハウスキス実況締めさせていただきます。あ、これ最後セーブデータ作れるんだね。じゃあセーブして最後終わりにしましょう。というわけで、いや皆さんありがとうございました。高評価ボタンも押してもらえると嬉しいです。引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況でやらせていただきます。今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回も、まあ、別の作品も含めてよろしくお願いいたします。